第28回全国地域リーグ決勝大会は2004年11月26日から12月5日まで鹿児島県、高知県及び兵庫県で開催された全国地域リーグ決勝大会である12チームが3チームずつ4グループに分かれて総当たりの1次ラウンドを戦い各グループの上位1チームが決勝ラウンドに進出する 決勝ラウンドは4チーム総当たりによるリーグ戦を戦う。当初は1位チームが日本フットボールリーグ16位と2位チームが JFL の15位と入れ替え戦を行うこととされていたが、同年の JFL 優勝の大塚製薬と3位のザスパクサツが J リーグに加盟し、15位の国士館大学が JFL を脱退することになったことから上位3位までのチームが JFL に自動昇格することとなった。一時、ラウンド、決勝ラウンドとも、前後半90分で同点の場合は、PK 戦を行う、完全決着方式により行われ、試合時間内の勝者イコール3点、PK 戦による、勝者イコール2点、PK 戦による、敗者イコール1点、試合時間内の敗者イ,イコール0点の要領で勝ち点を配分し、勝ち点合計、 特殊点差、総得点数、当該チーム間の対戦結果の順序により順位を決定する。以上のいずれの方法でも順位が決定しない場合は、1位2位を決める場合のみ順位決定戦を行う。下記の区分により選出された12チームによって行われた。2004年度各地域リーグの上位チーム J リーグ仮面を標榜するクラブに対する、 優遇措置を承認された1チーム流通経済、大学 VTDK 流通経済大学 V 開事、厚木基地、マーカス TDKV 開事厚木基地、マーカスホンダロック V 金沢 SC、ホンダロック V ノルブリッツ北海道 FC、金沢 SCV ノルブリッツ北海道 FC、三菱自動車水島 V 静岡 FC、三菱自動車水島 VAS、ラランジャ京都静岡 FCVAS、 ラランジャ京都ホンダルミノッソサヤマ FCV 南国コーチ FC ホンダルミノッソサヤマ FCV 矢崎バレンテ FC 南国コーチ FCV 矢崎バレンテ FC 流通経済大学 V ホンダロック三菱自動車水島 V ホンダルミノッソサヤマ FC 流通経済大学 V 三菱自動車水島ホンダロック V ホンダルミノッソサヤマ FC 流通経済大学 V ホンダルミノスソサヤマ FC ホンダロック V 三菱自動車水島ありがとうございます